ま、みたいなメールなかなかね、やめてください。あの、で、今日まあ映画見に行ったんですよ。さっきも言ったけど、この花束みたいな声をしたを見に行きまして、で、あの、さっきの、その、まあ後々切り抜かれると思うんで、まあアーカイブとかでさっきの話聞き逃した人は聞いといてほしいんですけど、その、マルチ商法みたいな声をしたっていう、その、15分くらい喋ったね、ロングトークがあったんですけど、 まあ、それが終わり、まあ、映画館、まあ、ルミネの上ね、7階、パーって行きまして、で、まあ、見ようかと思って、で、まあ、普通にこう、チケット買って、で、まあ、結構空いてて、あ、結構人気やと思ってたけど、やっぱコロナやから、なかなか映画も、よっぽど見たやつじゃないと行こうってならへんしな、思って、まあ、買いまして、で、まあ、トイレ行って、で、まあ、スマホいじって、みたいな感じでしてて、なまあ、そろそろ始まるな、みたいな。 で、ちょっと今日まあ、花束みたいな声をしたって結構まあ、映画の客層としてはまあ、まあオシ映画というか、まあこうサブカルっぽい感じというか、まあ映画にもそういうサブカルアイテムみたいな結構登場したりとか、まあそのだから、ちょっとずれるかもしれんけど、最近やった愛がなんだとか、そういうまあ、実写で恋愛ものでみたいな。だから結構客層がまあ綺麗というか、まあ俺みたいなその、汚い、 何て言うのダサボーみたいなやつおらんくてこう、結構キラキラした、まあ女子多めというか、やったんですよね。で、まあこれちょっとシラフで見るよりも、お酒とか飲みながらの方がいいかもしれんなと思って。で、なんかその、映画にまつわるサイダーとか、なんかおしゃれな飲み物とか売ってて、まあコーラとかもあったんですけど、ちょっとやめとこうと思って。で、まあビールにしようかなっていうふうになりまして。 まあ、ビール頼んなんすよ。で、まあ、俺、普段さ、まあ、映画一人で行かへんねんな。あんま、まあ、今日一人やったんやんけど、その、まあ、友達とか、まあ、デートやったらわかるけど、その一人で、まあ、俺、ADHD 気味やんか、やっぱ。その部屋とかも散らかすし、落ち着きないし。だから、あんまりその一人で行くと、そわそわするし、で、ドキドキするな映画って怖いから。だから俺はさ、もう、クソ繊細なさ、 最高の人間なわけやん純粋な。だから結構さ、その映画見ながらさ、ドキドキするとさ、もうしんどなるから、あんま行かへんの、一人で。で、まあ今日思い立って行ったんやけど、普通さ、あんまお酒飲むと良くないのよ。トイレ行きたくなるし、そわそわするから。でもそれが分かってなくて、で、周りがそう、なんか緊張するから、ちょっとお酒でも飲みながらにしよう、みたいな。そうで、そう、その恋愛映画を見ながら、おしゃれなサイダーとか飲むと、 恋愛映画に入り込んでる自分みたいのができてしまうわけ。それが嫌やから、ちょっとビールを飲むことによって、こう、距離を置いてみたいと。っていう気持ちもあって、その自意識もあって、で、こうビールをまあ、手に取って、で、まあこうパーっていって、で、検温やってますみたいな。で、ビールまあこういうコップについでくれて、瓶からね。その瓶のエビスをこう、そのままコップについでくれるってもう最高の、一番うまい。 っていうのをこうパーって持って、で、検温やってまーすって言われて、で、パってこう、こう,こうじゃないわ、この手を当ててくださいみたいな。手をこうパって機械にパって当てたら、36度南部って出るんで、っていう検温やって、で、こうパーって歩いてって、で、そのチケット見せて、で、検温せんなあかんから、その手を開けんなあかんくて、で、こうビールをすってそのゴミ箱みたいなところにボンって置いたんよ。で、ぺって検温したら、その、 置いたビールが、こう、置いた瞬間バターンって倒れて、スンスンってなって、で、ゴミ箱の上にビールが、ボボボボボって、560円分ボボボボボってこぼれて、もう、もう俺が花束みたいな恋をしたみたいなオシャレ映画、俺みたいなもんが見に来るせいで、ビールがビチャビチャになってしまいました。こないだサブチャンでラーメンこぼす動画。 あげたけど、全く同じこぼし方。不安定なとこに置いてすぐこぼれるっていう。で、そのまま、もっかいその、ビールを取りに行きたかったんよ。本当は。でも、その、売店と映画の入り口がもうすぐそばやったから、もう、そのまま戻ったらまた同じ人にエビスをもらうことになると。で、さすがに恥ずかしすぎると思って。でも、 まあ、ビールは我慢しようと思って、で、ビール、まあ、なしで、こう、バーって入ったのよ。で、まあ、予告編流れてて、で、まあ、座って、結構空いてて、で、まあ、隣に、ソロで来てる、割とオシャレな女の人。で、左にも、ソロで来てる、まあ、若くないけど、この人も女の人で、まあ、ちょっと、なんか、小切れな感じの女の人というか、で、左右だから、そういう、その、オシャレな感じの人に挟まれて、こう、予告を見てたら、やっぱ、そわそわしてきて、 わ。これやっぱビールなしで最後まで見るのきついかもしれんと。2時間15分とかあるわけ。10分とか。2時間10分ちょっと持たへんなっていう風になってきて。で、もう映画始まる直前に、もう映画泥棒がこんなしだしてる頃に、うわ、ビール、無理やビールってなって、その、始まりかけてる一番迷惑な時にこうやってバーって走って、<laughs> やばいやばいやばい <laughs>。売店までこうやって走って、 すいません、すいません、バーって走って、で、また560円払って、ビール入れてもらって、で、その、で、ビールください、みたいに言ったら、その、さっき、来たばっかやのに、また来てるわけ、俺が。で、だから、な、なんでかわからんけど、あの、瓶にしますかって聞かれて。だから、わからんねんけど、あの、チュ中と思われてんのかな多分、その、走ってきてるから、映画始まるのに。酒がないと終わると、 思われてるのか、その、もうコップに次ぐ時間がもったいないと思われてるのか、もう瓶のまま渡しますよ、みたいな。え <laughs> でも、え、別にコップでいいんやけど、と思って。え、別に、瓶、だって瓶から直接やろ、と思って。映画見ながら瓶から直接ビール行くの、と思って。え、待って、礼儀禁止にならへんと思ったんやけど、その、 さっきのさ、こぼしちゃったっていうのでテンパってるからさ、いや、いいです、コップでって言えへんくて、瓶にしますかって言われた時に、あ、あ、じゃあ、お願いしますって言っちゃって、<laughs> で、560払って、その、瓶のビールを渡されたわけよ。で、<laughs> 瓶のビール持って始まりかけてる中をこうやって、ブワーって戻って、やばいやばいやばいっつって、また、その、できるだけ迷惑が均等にかかるように、 息左の女の人の前通って出たから、帰りはビール持って右の女の人の前から戻ってすいませんって言って。二回連続前通ったらうざがれるからすいませんって言って戻って、はぁ、あ、始まった。映画見ようと思って、その、瓶のビールを、横のこの、に、あの、穴開いてるさ、スタンドみたいなとこあるやん。そこにこう立てたいやん。で、こう立てようと思って、スッて立てようとしたら、 すこってなって <laughs>。で、ばってみたら、その、コップ用のこれしかないのよ。だから、その、これが、だから、もうちょっとこぼしそうになってる。ん <laughs> んってなって <laughs>。だからこの、かけれへんくなって <laughs>。やばいやばい。やいこれ、はのまだ、はのまだ、こぼれるこぼれるってなって。だからもう必死で、この、映画始まって、スダと、なんか、アリカスが、あの、なんか、 明大前の居酒屋でなんか仲良くなっていくみたいなシーン見ながら、やばいやばい。はよのまナなくなると思って。で、ビールってさ、こう、立てようとしてもさ、立たへんくてさ、扱い大事やん。だから、花束みたいなビールやなと思いながら <laughs>、急いでのこうって、ああ、って、飲んで、で、そしたら、まあ映画めっちゃ普通に面白くて、まあ前半特にやっぱこう、俺みたいなこう本ばっかり読んでるね。 インキャラサブカル少女、少女じゃない。インキャラサブカル少年からしたらね、身につまされるようなね、映画やったわけないけども、まあ、この40分ぐらいして、まあ、あの、一人で映画来たことないから、その、酒飲んだら、おしっこしたくなるっていうのを、忘れてて、あの、あれと思って <laughs>。ちょっと待ってよと思って <laughs>。やばい。 そわそわしてきた。トイレが、トイレが我慢できるんだよ。やばいやばいやばい <laughs>。で、なんかその、アリカスと、須田マサが、なんかその、引っ越して、みたいな。一緒に暮らして、みたいな。で、なんか、俺絵描いててさ、みたいな。その、絵描いとって、みたいな。絵描いていって、みたいなのを、こう横目に見ながら、あ,あ、トイレ行きたい <laughs>。あ,あ、トイレ行きたい、みたいな。で、最初は、我慢しようと思って、我慢しよう、我慢しようと思ったんやけど、 ちょ、やばいと思って。これ、何分経ってるんやと思って。最後まで我慢しようとして、残り15分とかで我慢できんくなった場合、もうその、一番大事なとこで、映画見れへんくなる恐れがあると。だから、なんかその、な割とどうでもよそうやなっていうのが始まった瞬間を見計らって、あ、今やと思って。って またトイレ行って <laughs>。で、その瓶は、そう、まあ、瓶にすればいいって話もあったんやけど、それはちょっとな、さすがにできひんから、瓶を、できるだけ蹴ってこぼさへんように、この椅子の下の空洞のとこにこう、ぐーって隠して、で、その隣のまた、さっき、左から出て、右から戻って、均等に迷惑かけたから、こう、左から出て、 で、しかもその時間見たのも、本当はスマホいじったらあかんのに、もうトイレ行きたすぎて、何分経ってるか分からんと、もう、絶対最後まで我慢するのは無理やと思って、パッて見たら、45分ぐらいしか経ってなくて、あ、もう無理や、トイレ行こうってなって、もうだから、スマホもつけるわ、そわそわするわ、トイレ行くわで、でもう申し訳ないなと思いながら、この左の人を、すいません、すいません、すいませんって言って、こう、2回目、こう前通って、で、まあトイレ行って、まあこう、できるだけ早く終わるように、まあトイレしまして、 で、小トイレしてたら、まあ、その、尿って、黄色いじゃないですか。で、まあ黄色い尿がこうバーって出てくるわけじゃないですか。で、あれと思って、なんかさっき、ビールこぼしたけど、今も結局飲んで出してるだけやから、こぼしたときは、 パーンってこぼして1秒で全部なくなるけど、飲んでも結局トイレ行くから40分でなくなるなと思って。あれしかもおしっこって似てるなと思って。ビールみたいなおしっこをしたやなって気づいて <laughs>。さっきのマルチ商法みたいな恋をした以来のビールみたいなおしっこをした <laughs>。 で、思って、こう、ぽーって、ぽーって、その、右の、右の人の前から、すいませんでした。すいませんでしたって言って、こう、戻って。で、まあ、その後ね、池袋で、この花束を買ったんですよ。映画が終わって、この花束をみあの、配信でね、みんなに花束を見てもらおうと思って、 花束を買って急いで買って帰ってきたわけやけどなんかその花束買った時に気づいたのは花束も結局いつかなくなるからビールとおしっこと同じやなと思ってだから今回の配信花束みたいな配信をしたって言ってるけど結局配信もこれ見た人がみんないつかはいなくなっちゃうわけでなくなっちゃうわけなんですよね だから、花束と配信ってそういう意味で同じなんです。で、花束とビールって同じなんです。で、ビールとおしっこも同じなんです。おしっこみたいな配信をした。ベテダマサキです。今日は見ていただいてありがとうございました。っていうね。